書いてあります。なるほど。ってことは、ってことはペペローションが入ってる可能性が高いですね。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さあちゃん、見てる？くるぶしです。石原裕次郎です。さあ始まりましたけれどもね。マジでちょっと面白かったね。だからグラス持ってない。今日はですね、うん、以前に買いました、うん、これ結構前やね。だいぶ初期の頃やもんな、これやったんな。資本、来ない。これはエチや。こちらのですね、うん、大人の粗品18金、うん、まあ中にエログッズが、そうだね、いっぱい入ってて、うん、まあ贈り物にジョークでどうぞみたいな。そうね。まあこれの中身気になる人はですね、うん、まあ概要欄に URL 貼ってるんで。ああ、いいねー。こちらのワンランク上のですね、ものを買ってまいりました。素晴らしい。じゃあこちら紹介します。ぴょーちゃん。大人の粗品18金。ギーン。高級感がすごい。素晴らしい高級感。ピンクと、うん、そうね、全然違うね。ちょい悪感がすごい。いや、ちょい悪感すごいね。じゃあこちらをですね、うん、まあ開けて何が入ってんのかとね、チェックしましょう。開封しまーす。向いていくぜ。向けて出てきた。お、あ、シルバーっていうか黒や。あののしは銀やけど、うん、箱黒やな。じゃブラックって言った方がいいな。ブラックか。じゃあちょもちゃんさ、重さ比べてみて、この2つで。まず、あ、全然重い、こっちのが。あの横にはですね、うん、送って喜ぶちょっと豪華な大人の粗品って。なるほど。こっちには豪華なって書いてないんですよ。そうやね、ちょっと豪華なやね。いやー、どんぐらい違うのか。じゃあいきますか。はい、いきましょう。はい、オープン。お、これは、待って。じゃあ、はい、いきたいと思います。まず1個目。ででーん。完全にあのローションですね、これは。ま、同じやつ入ってんじゃん。こんな感じじゃなかったローション。あ、先端がちょっと違う。ほんまや、こっちの方がちょっと豪華。これキャップでパカってやるじゃんね。これは一時5万差なんかやつや。うわ、ちょっと豪華になってる。ちょっとこっちが豪華ですよ。次、はい、いきたいと思います、はい。ででこれはなかったよ。完全に生ものよ、これ。おっぱいぼー。待って、何これ、初めて見た。これ何なの、ほんまにそのリアルな感触ってやつ。一応そうですね、 B ぐらいですから。ちょっと今ちっちゃない、肉のサイズ。でもこれ買うと多分、うん、500円とかしますよ。へぇー、うん、すごい。すごいね。これだって見てるだけでいいじゃないですか、だって。わあ、いいわ。できればもう一個欲しいね。これで挟んで、パイ釣りみたいな感じ。こら、家族。三品目。三品目。三品目。はい。これ。何これ何？え、何？おしゃぶり？何？これ開けた方がいいんじゃない？パンティーかな？ショーツ？あ、家族。あ、これティーバッグ。これは、これこうやんな。こうして。待って、気遣って俺やろうかと思ったんだけど。大丈夫ですかこれ？事務所的に大丈夫ですか？こういうことですか？あ、そうですね。うわー、原田龍二さんがこちらに呼んでる。変態仮面。あ、でも割と俺好きな色っていうね。これね、使用済みと、あ、ちゃんと新しい新品の匂いします。はい、新品ですね。はい、前回が5品入っとったんですけど、うん、あ、そうでしたっけ。今回6品入ってますね。あー、なんか今折り返します、こっから。あ、折り返し、はい。やべ、出ちゃう。
がする。千のかか2014年って書いてるね。大丈夫ですかこれ、事務所的に大丈夫ですか、こういうことですか。ああ、そうですね。